はい、皆さんこんにちは、じゅんです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、本日はアジサイの冬の手入れのポイント注意点ということで、昨年の花後に剪定したアジサイの今の様子を見ながら解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では行ってみましょう。はい、今回のモデルさんはこちらのアジサイになります。こちらのアジサイは昨年の7月ですね、花後に剪定をさせていただきました。その際の動画でね、ご覧になっていただいた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、今冬の状態でこのようになってます。剪定をした後からそんなには伸びていないかなと思いますけれども、全体にねこじんまりとなんとかまとまってくれているような状態です。それでですね、近くで見ますとこのように今先端の芽が、まあ冬芽と言われますけれども、この先端の充実した芽、それからね脇にも点々とした芽がついているという状態になってます。剪定後の経過に関しましては、ここでね花後に剪定したんですね。そうしますと、ここの横にあった脇芽がこう伸びていって、こう伸びていって先端に花芽をつけてくれてるという状態になるんですね。ですので剪定してからこれだけの枝が伸びてるんですね。そういった形で全て剪定した後、剪定した後にこうやって伸びて、ここの先に花芽をつけてくれてるという形なので、この伸びる期間がなければここで剪定したとしても花芽つけてくれないんですよね。そういうわけで花後できるだけ早くに切った方がいいですよっていうことになります。今回こちらの木を見ながら冬の手入れの注意点についてお話ししていこうと思うんですけれども、まずですね、この芽を見ていただきたいんですよね。この先端の芽、これ結構大きな芽なんですね。品種にもよりますけれども、こうした大きな芽が先端についてるのではないかなと思います。この先端の芽、この大きな芽がついてる場合は、これはこのまま置いておけば春にこのような形で伸びていって、この先にほぼほぼ確実に花をつけてくれる芽になるんですね。それに対してですね、下の方の芽、こういったところにも芽があるんです。こういったところの小さな芽はここから枝は伸びますけれども、花が咲くような芽ではないんですね。こちらの芽を花芽と言いまして、こちらの芽を葉芽と言います。まあ洋芽とも言いますけれども、そういった形で芽の種類がまあ2つあるわけですね。ですので冬の剪定で、まあ、小さくもっとしたいよっていう場合にですね、この先端の芽をどん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 失っていくことになりますよね、先を切ると。そうしますと花数が減ってしまう、ないしはもう花が全然咲かない木になってしまうっていうことがありますので、この先端の芽っていうのをできるだけ大切にしていただきたいです。でただ先端の芽でもですね、ちょっと切り方があんまり良くなかったり、それからもともと貧弱な枝だったり日陰だったりした場合にですね、少し小さい芽っていうのがあります。この芽の大きさとこの芽の大きさ、ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、こちらが2センチぐらいあるのに対して、こちらは1センチぐらいしかないかなということになるんですね。それとさらにここの芽の枝の先の芽、この芽に関してももっと小さいですね、という形で、もしかしたら花が小さくなるか咲きにくいっていうことになるかもしれませんけれども、一応この先端の芽っていうのを大切に残していただいた方がいいかなと思います。まあさすがにね、ここら辺の芽だとね、ちょっと咲かないかもしれませんけれどもね。そういった形なので、もし木を小さくしたいっていう場合は、多少ねこういったところは花芽を諦めなければいけないよっていうことがありますので、その点は一番注意していただきたいです。今言ったような形で冬にもさらに小さくしたいっていう剪定をかける場合は、2段階剪定って僕は呼んでるんですけれども、花後に切った後、今みたいな状態になった後にさらに小さくしたい、追い込みたいっていう場合の2段階剪定については昨年の動画がありますので、そちらね概要欄に貼っておきますので、ご参考いただけますと、花は多少残しながら小さくさらにしていくっていう方法は解説してますので、そちらの動画をご参考いただければと思います。それからですね、
冬まで剪定していなかった場合ですね。その場合の剪定の仕方、大きく分けて3つの剪定の仕方を解説した動画がありますので、そちらの動画も概要欄に貼っておきますので、そちらでもしね、夏の時点で剪定をしていなかった、それで冬まで来てしまったっていう方に関しては、そちらを参考にしていただくと、できるだけ花を残すような形での剪定の仕方、それからできるだけ樹形を下げるような剪定の仕方とかね、そんな形で解説してますので、ご参考いただけますと幸いです。はい、それではね、この木に関して若干ですけれども、冬の手入れ剪定をかけてみたいと思います。で、今回はもう樹形に関してはこれでいいということで、花芽もできるだけ残したいので、不要な枝っていうところだけ切っていくような剪定をやっていきたいと思います。はい、それではこれから実際に剪定をしていきたいと思いますけれども、先ほど申しましたように、今回極力剪定、こういった花芽を飛ばさないようにしたいので、不要なところだけ切ります。不要なところというのは、こういったところの、もう芽が先端にないですよね、こういった枯れ枝を切ったりすることですね。ここですね。ここもそうです。この枝、ちょっと見にくいですけれども、この枝もこう切るという形。こう切ってね、すっきりさせていく。で、こういった枯れ葉、こういったものも取れる範囲で取っていただくという形にします。それで、この部分に関してはいくつかの芽が出てるので、まあ、全部の芽、もしかしたら花が咲くかもしれないので、今回はちょっと残しておこうかなと思いますけれども、あんまり貧弱だったら、貧弱な枝だけは切っていただいた方が、ちゃんとした強く伸びる枝の方に力が注がれることになって、分散しなくなりますので、花がね、大きな花が咲きやすくなるかなとは思いますけれども、ここはね、ちょっとあえて残して、実験的に残してみたいと思います。それでですね、貧弱なところっていうのはここかな？ここなんかは、二つとも貧弱なんですけれども、その中でもここはさらに小さな芽なので、こういった先の芽ですけれども、ここは切ります。こういった形で、枯れ枝、ね、枯れ枝を切りながら、貧弱な芽があれば、こういったところですね、こういったところをこう切っていくという形で、この程度でね、今回はね、ほとんどね、手を入れる必要はないかなと思いますけれども、こういった形で切っていきます。でね、ここの芽、のところを見ていただければと思うんですけど、葉っぱがついてます。この葉っぱね、簡単に取れてしまうなら取っていただいてもいいんですけれども、もしね、暖かいところなんかで結構ちゃんと残ってる場合なんかは、葉っぱ取らなくてもそんなに問題ないと思います。自然に取れていくときは取れてきますので、そういった形なので、ひとまずは残しておいていただいてもいいですけれども、まあ、見栄えの問題なんかでね、こうやって少し取っといた方が綺麗には見えるかなと思います。この辺なんかもね。で、こういったところも取っていただいてという形で。はい、こんな感じです。そんな感じで、この木に関しては、ほぼほぼね、枝先に関しては、そういった細かい手入れだけで済んじゃうかなと思いますけれども、例えばですね、この枝、この枝を見ていただいたときに、先の芽がもう枯れてます。こう、叩くとコン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 音がする。そしてね、芽がね、何も動いてないような感じ。こっちの芽と対応させてみると分かりますけれども、芽がないですよね。そういったところの枝はもう枯れ枝ですので、こういった枯れ枝に関しては、もう、ここの付け根の部分で切っていただく。ということで、こうやってね、処理しておいてもいいかなと思います。これ夏にやろうとすると、少しね、伸びてきた枝を傷つけてしまったりするっていう面もあるので、冬にやっておくとね、この株元に手を入れやすいっていう利点があるんですね。ただね、この株元に手を入れる際に、こういった枝先を傷つけてしまいますと、ポロリとね、この芽が落ちてしまいますので、そこだけ気をつけてください。それがちょっと危ないよっていうのであれば、あえてね、手を突っ込む必要はないかなと思いますけれども、夏のね、群れなんかが解消できますので、今の時期にこうやって古い枝とか枯れ枝を処理しておくことは非常にいいかなと思います。この辺なんかも残しましたけれども、ここもね、芽枯れてますので、こうやって切っていただいてもいいかなと思います。こんな感じで処理していくわけですね。ここなんかもね、もう古いんですけれども、一応先に芽がついてますんで残しておきますね。
それではね、次ね、ちょっとこの足元にね、目を移していただきたいんですけれども、今ね、枯葉、落ち葉が敷き詰められた状態になってます。この枯葉とか落ち葉に関しては、一般的には、まあ、除去した方がいいっていう風にされてね、庭師さんなんかも掃除されてる方が多いと思うんですけれども、一応その理由に関しては、やはりこの中に虫がね、越冬することによって、また春になって出てきて悪さをすることがあるっていうこと、それから、あと、病原菌なんかもここにね、滞留しやすいっていうことで、またね、病気、うどんこ病とか発生しやすくなるっていうことがありますので、一応ね、除去した方がいいっていう風にされてるんですけれども、こちらのお庭に関しては、ちょっとね、ナチュラルな雰囲気を残したいっていうことで、あえて、これ、引き詰めた状態にしてます。それからですね、あと、この冬に関しては、特にね、この地域は乾燥しやすいものですから、雨が非常に少なくて、そうするとね、この水やりをやらない庭木に関しては、結構ね、このアジサイなんか傷んでしまうっていうことがね、僕はなんとなく懸念されるので、あえてここは反対の方法ですけれども、敷き詰めたままにして、まあ、マルチングという形でグラウンドカバーしてしまってます。まあ、どちらを取るのかっていうのは、そのリスクとね、メリットの関係を考えていただいて、選択していただければと思いますので、どちらでもいいかなとは思うんですけれども、一般的には、まあ、見た目も、まあ、スッキリしますし、病害虫も防げるっていうことでね、除去していただくのがいいのかなとは思います。はい、それではですね、最後の手入れということになりますけれども、こちらに今2つね、肥料が置いてあります。こちらがアジサイ専用肥料っていうことでね、ちょっと有機質が強い肥料なのかな。それでこちらがマグアンプ系っていうことで、これは完全なね、もう化成肥料という形になりますけれども、こういった肥料、まあ、どれでもそんなに問題ないかなというふうには思いますけれども、花がね、咲くことを期待するためには、まあ、リン酸ができるだけ高い方がいいのかなとは思いますけれども、まあ、一般的な肥料、まあ、花用の肥料というものを施してあげる、寒肥っていうことですね。そうしていただくと、春の芽出しからぐんぐん伸びて、それでしっかりと大きな花をね、つけやすくなってくれるっていうことがありますので、まあ、今の時点でもう花芽はできてるんで、花芽のないところにはもう花が咲くことはないですけれども、その中でも花芽のところから出た花が綺麗に大きく咲きやすくなるっていう少しね、傾向が出ますので、こういった寒肥を撒いていただくのもいいんじゃないかなと思います。これはね、速効性のある肥料じゃなくて、寒効性の肥料がいいと思いますので、じわじわ効いて、春から、こう、よく伸びるような形になってくれるような肥料を、冬の寒い間に撒いておく、という形になりますので、ちょっとね、今ね、こちら撒いていこうと思いますけれども、今日はこちらにしたいと思います。で、こちらに関しては、ちょっと注意点があって、土にね、混ぜ込むようにしないとなかなか効かないような肥料ですので、マグアンプに関してはね、土をちょっと掘りながら、中、まぶしていただいて、土とね、ミックスしていただくような形になりますけれども、そういった形。こちらはそのままね、混ぜてもいいですし、土の上に撒いても多分効きますので、これを巻きます。で、その際にですね、この、ちょうど株のね、広がったところ、枝のあるところ、樹幹のところの下まで根が来てるっていう風に想定されますので、できるだけこの株元だけじゃなくて、このような形で円状に巻いていく。それか点々と置いていく。3箇所、4箇所、5箇所とかね。そうやって分けて置いていってもいいと思いますので、そうやって、できるだけこの株元、中心じゃなくて、少し外側にも巻いていただくといいかな。効きがいいかなと思います。あと言い忘れましたけれども、この肥料はね、今回巻きますけれども、巻かなくても花は咲きますので、より花をね、立派に咲かせたいとか、綺麗な色にしたいとか、そういう意図がなければ、普通には咲きますので、絶対肥料をやらなければいけないというわけではないので、その辺だけね、ちょっとご了承いただければと思います。はい、それじゃあね、こちらを巻いていきます。以上で手入れが終わりました。いかがでしょうか。すっきりしましたね。冬の手入れの一番のポイントは
やはりこの充実した先端の芽、花芽を残すっていうことになるかなと思いますので、その辺もね注意していただきながら冬のお手入れお楽しみいただけましたらと思います。では皆さんの参考になりましたら幸いです。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルではこれからも緑のことに関していろいろと発信をしていきたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録、それからグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では皆さんにとって良い一日になりますように、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。